皆さん、こんにちは、マセマティカルアナウンサーの篠崎直子です。今日の問題はこちらです。隠された積み木を探せ。さあ、どこに隠されているんでしょうか。問題見てみましょう。はい、図形の問題ですね。えー、部屋の角に積み木を積みました。多いのはどちらでしょうか。括、え、弧、ー、に丸をつけましょう、という問題です。これ、算数検定十二級の問題です。正答率は括弧一が七十パーセントで、括弧二が九十七点。六パーセントということで。 なんかね、カッコ2の方が難しそうに見えるんですが、実はカッコ1の方がちょっとね、解けるタコが少なかったみたいなんですね。さあ、どうしてなんでしょうか。で、ちょっとね、実際にちょっと数数,数えていってみましょうかね。まずカッコ1の方なんですが、こっち積み木何個あるかな。一つ、二つ、三つ。ね、一つ二つ三つ、三つ,つ,つありますね。三個の積み木でできています。で、こっちの方は1個、一、二、五。 3個4個あこっちは4個でできてますねで聞いてるのは多いのはどちらでしょうかなのでそうですねこっちの方が多いですね4つの方が多いのでこちらが正解ということになりますはいじゃあ問題は次括弧2番です括弧,も括弧2の場合何が難しいかというとこれ見えないところに積み木が隠れているんですよねこれがわかるかわからないかっていうのがこの解けるか解けないかの分かれ目になると思いますがまあ でバッと見た感じこのこっち後ろの方がなくボリューミーな感じがして見た目でこっちの方が多いって思って答えて合ってるっていうお子さんもいたかもしれないんですけどちょっとこれもちょっとね数えていってみましょうかねこれ1段ずつ数えていってみましょうまず下の段にあるのがここに1個あって2個あって表に3個あってあとこの奥にもう1個あるの分かりますか見えないもう完全に見えなくなってるんですけどもう1個あります。 で上の段に1個2個,2個ですね。なので全部で6個積み木があります。じゃあこっちこっちはまず下の段1個2個3個でこのそれぞれ奥に完全に見えないんですけどもう1個ずつ1個ずつ数え隠れてます。なので下の段が12345個で上の段が2個あるので。 これ全部で七個の積み木でできています。なので、多いのはどちらでしょうかということなので、両方比べてこっちが多かったということがわかります。まあ、実際ね、大人だと結構割と奥の積み木見えたりするんですけど。お子さんだと、この隠された積み木が見えないっていう場合が多いと思うんですね。なので、お家にある積み木で、実際にその形を作ってあげて。で、数えてみるっていうのも。 すすごくいいい学習だと思いますで、えー、今これ多いのはどちらですかっていう問題になってるんですけどじゃあ例えば何個の積み木でできてるかなって例えばね数の概念数を数えられることが分かってきたら何個の積み木でできてるかなって考えてみたりとかあと例えばね使った積み木をこうやって2つ並べてみてどっちの方がいっぱい積み木使ってるかなっていうのを目で見てやってあげるのもいいと思います。はい でですね、詳しい回答はこちらのサイトをご覧ください。数学検定算数検定ファンサイトでした。